人とうまくやるためにどうしていますか。すごく簡単で、人の話をよく聞くこと。自分の話だけしてちゃダメで、人の話を聞くっていうのがね、まず大事だし、人の話を聞くことが楽しく感じられないといけないんだよね。